もう明日のちょっと負担をなくすので、夜のうちにですね、おとなしいユーリンからだけ、あの兄弟ちょっと大変だよな、なんか。はいはい、いいよ。爪切りだけやっちゃいます。そっちもあと1本だ。はい、切りました。おお、ランちゃん、おはよう。よいしょ、切るよ切るよ。おいね、マリちゃんちゃんずっと一緒だからね。最後の朝だね。この子たちは、まあ、うちから行く子たちはですね、まあ、お部屋の数が少なかったりなんかしても、お仕事の邪魔になったりですね、お料理の邪魔になったり、そういう時にはケージにちゃんとおとなしくできるようにトレーニングしてます。毎晩、昨日もベッドで一瞬最後寝ようかなと思ったんですけど、やっぱり、ですね、もう全然暴れることはないです、ね。そういう意味では非常にですね、室内外に適した子たちに、ね、育てることができたと思います。ね。なのでこうやって可愛い子たちはですね、可愛いというか、可愛い、あのね、生活しやすい子をやっぱり譲渡していくというふうにしております。でもうちょっとね待っててね。はい、キキとコウメ、コウメじゃねえ、キキとネコちゃん、はい、ネコちゃん、猫ちゃん、猫ちゃん、はい、猫ちゃん、あれ、はい、はい、さあ、よし、はい、くだってね、で、待ち、はい、入ってね、そんないないな、いないね、あいもおいで。帰っといでー、チロルー、乗ろう、いいよ、乗ろう、はい、やったら、あおいでよ、乗ろう。早いとやっぱり帰ってこないですね。はい、おはようございます。チロルとかいませんけど、もうちょっと食べに行きます。8月17日になります。何曜日か、木曜日だかな、木曜日だか金曜日だか、どうなの、何曜日だ、木曜日ですね。はい
もう今日の11時前には、10時50分ぐらいでも家を出ようと思います。よろしいですね。でママさん休みじゃないんで、ちょっと出発前の準備とかですね、まだ終わってない撮影を、猫娘で撮影をやろうと思ったんですけど、なかなか時間が合わないというか、いつも寝てるので、はい、大変でした。はい、アライちゃん先に行っちゃう。はい、タラちゃんです。行きます。ちょっとゴロちゃん怖いよ、そこなんで。じゃあ今日おじいさんしかないんだ。はい、どうぞ。はい、みびちゃんどうぞ。みびちゃんそこ食べるの。はい、じゃあみびちゃんこれ食べて。はい、ちょっとこれ食べて。このパピネコ姉妹はもうなんかかすめ取りしかもかすめ取り命みたいな。でしょ。ポコちゃんな、ポコちゃんな。で、これ少し食べる。おいしいよ。どうぞ。な？これもね。よし。今日はまあみんな食べてみますの。何これ。久しぶりに一人中で食べました。マイちゃんが怖いみたいですね。マイちゃん怖いんだね。しょうがないね、マイちゃんね。誰でも引っ張るからね。怖いよ。いやだこれ。はい。大丈夫、ケーキ食べた。ケーキを一回出て。はい、いいよ。あれ、チョリが出ちゃった。チョリもうちょっと食べないや。ダメ、出ませんよ。はい、ごめんちゃん。お梅ちゃんも無一物が助けたりするんでしょうね。まだそれにみわみわの装飾のを混ぜて、小粒も混ぜてですね、コックの小さい子たちはどうしてもそうなってきちゃいますね。まあ、朝からバッタで大騒ぎですね。あ、もうビビそれも、ね、はい、おかわりタイムです。チロさんちょっと探してたんですけど、いないですね。ちょチロのポジションにピコが来てますけど、はい、どうぞ。ピーさん、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 
もう静かなパソコンですね。さっき言えば野良尾さんと小夏さんと、きょうちゃんですね。はい、スタート。はい、野良尾さん、ちょっとこれ食べる。ご飯入れるぞ。これなんだよ、スター。どうした、スター。はい、はい、じゃあ食べた人たちは、チビさんたち分かりはいいですか。あ、帰ってくるでしょ。あ、トラだ、トラ。あ、トラ置いてる。ほいほい、おじくんも行く。ここはいいの。はいはい、トラックいっぱいあるよ。あ、ナイクもいっぱいある。早めチロレー、チロレー帰ってこないだろ今日は。はい、出したらトラちゃん入ってきました。トラちゃん、ドンちゃん、ドンちゃん戻ってきちゃうかもしれない。はい、ロコちゃんは、はい、わかんないね、わかんないからね。はいはい、ごはん、はい、ごはん、ごはん、はい、どうぞ。はい、最後の朝ごはんだよ。はい、かわいいね、おんちゃん。はいはい、行け行け。で、誰と改札行くの、まず。ありがとうだね、最後の朝ごはんだね。ママ連れてきたらフッシュも食べてますね。あ、体重も後で測らないとね。まあ、ちょっと全部落ち着いて、ママさんが9時前に出るんで、まあ、8時20分ぐらいから、8時過ぎですね、8時から爪切りしたり、まあ、耳掃除ちょっと取れるかどうか分かんないんですけど、お耳を掃除したりですね、二人がかりでしかできないことをやっちゃいたいと思います。じゃあ最後だよ、朝ごはんねえ、一緒。寂しくないのかな。ほら悲しいよ、涙出てきちゃうよ。取るなよ父ちゃん、悲しいよ、目がチバチバしちゃうよ。耐えらんねえよ、つれえな。別れは達者でな。ユリナの子猫用ドライフード、あとは無一物、もうすべて、皆さんからのご支援でこの子たちは立派に育ちました。ちっちゃい時のミルクもすべてご支援で、2匹だけ、4ヶ月というのもちょっと初めてで、非常にゆっくりですね、子育てができました。ちょうど今日で
生後120日ですね。まあ、うちに来て118だか7日なんですけど、本当に良かったと思います。里親様の方は、川崎にお住まいの方です。近くにもお仲間もいらっしゃるので、いろいろ相談もできることもあるかなと思います。またその時は皆さんよろしくお願いいたします。昨日の、コメントの固定、一番上の固定に里親様からの簡単なメッセージが入れてありますので、載せてありますのでご覧になってください。今日は、那覇の A さん家にお泊まりです。明日のですね、夕方の飛行機で夜に着くようですね。まあ、涼しいのでその方がいいのかなとも思います。はい、ザコハン最後かな、終わった、上で1か、まあまあいいのをご挨拶しなくていいわ、お部屋帰るわ。コーチャー帰ってきているの、コーチャー落ちたり、コーチャー1歳、やっぱコーチャーもトラちゃんぐらいになるかな、ねえ、長生きしてよ、コーチャーね、ちょ、悪かったよ、お姉ちゃんとね。さて、ちょっとお部屋にですね、ランちゃんとチビたちが入ってあるね。でも、もうニコちゃんなんか、あられか、あられたらいいよ。ランちゃんどうする、コーチャー一緒に遊ぶ、遊んでないじゃん、全然名残惜しそうに遊んでくれよ。で、また人の短パンぐちゃぐちゃ。まあ、なんでそんないたずら、いたね。大変。まあ、こんな感じですので、一緒にベッドの上で遊んでっていうのはなかなか難しい。昨日、朝一番の動画の通り、夜、いおりの方は爪切りが終わってます。ちょっと大変なんで、で、うちの方は爪切りが取れるかどうか分かりません。チュール上げながらになるので、なかなかですね、強烈な個性ですね。ま、なのでやっぱり夜寝るとき、お仕事されるときですね、デスク、あの家でのデスクワークの方のなんで、パソコンとかもあると思うので必須ですね。ケージリンは、あ、いや、止めやがった。だよ。壊すなよ。こら。これ置いといたブロックがないの。あ、来た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 。あ、いや、なんで。これどけてないけどな。これどけたの。あ、なんだ。いったん。あ。こっちの中の中が膨れてるね。よいしょ、はい、今、草も取ってですね、昨日ちょっともう夕方の分しか取れなかったんで、で、まあ今日も雨の予報だったんですけど、もしかしたら出かける時は晴れてくれるかもしれないですね。まとわりついて歩けないですね。トラちゃんは、トラちゃん、はい、行きましょう。トラックで大きいので変に引っかかると、転びます、人間が。
さっき、まあ、ママと舞ちゃんと遊ばせて疲れちゃったね、私。私、宇宙の時にね、張り切って遊んでたんだよ。うちもユーリもですね、耳だりの、飲み薬を初めて飲ませました、あとは、ですね、2週間後、もう一回ですね、10日の日、1日の日に飲ませてもらって、ちょっと様子見てもらって、なかなかちょっと耳掃除が難しい子たちなんで手強いです。さあ今からちょっと爪切りと耳掃除します。チュールもっと出せばいいね、いっぱい。はい、はい、どうぞどうぞ。大変、死に猫になっちゃいましたね。これ最強だな、これ多分今までで。あれ切ったよ、牛は。よりは比較的簡単です。あ、よ。前足は昨日の夜切ってるので、まあ、あんまり後ろ足は切らないんですけど、まあ、今回はちょっとこれにしたものが大変そうなんで。でね、ごめんね、爪切り嫌だったね。よしよし、爪切り嫌だったね。はい、やだ、ごめんごめん。はい、元気でね。よし、はい、ごめん。あ、ここ飛ばした。ヨリちゃん、大きくなったね。白地震さだったね。ねえ、やだ、私もね、耳掃除嫌だったね。うん、元気でね。あんまりいたずらしないよ。ね、あっちがいいか。こっち、うん、ちょうどネムネムタイムです。お耳掃除もされてちょっといじけております。うちはこれでうちと呼ぶのは最後です。ふみちゃん漢字の方はまた、お知らせします。あ、ふみくんです。ふみくんになります。ふみくんだよ。なんだよ、怒ってんの。超機嫌悪い。ふみくん。はい。よし。いおりはグミちゃんになります。グミちゃん。ちょっと部屋にくっついてんね。あった。お掃除してね。こうね。グミちゃんとふみちゃんになります。ね、ちょっと落ち着いてからママとは。
遊んで。天気晴れたね。晴れてるね。ね、海見ながら行けるね。よかったね。さあ、あと1時間半ぐらいで出発です。ちょっと、ママと3人で遊ばしたら機嫌は治りました。ふみちゃん、ふみちゃん、ふみちゃん、またふみちゃんだからね。ふみちゃん、ゴキの子供じゃんや。時間です。演出はもうランちゃん連れてきただけ。もう普段通りの日常の中に別れも出会いもあります。寝ております。ピーちゃんちょっと邪魔だよ、どいてくれ、うん、はい、行こうかねえ。よいしょ、ランちゃん、よいしょ、入ったよ。ランちゃんおいで、ランちゃんおいで、よいしょ、ほれ、ランちゃん、はい、閉めるよ、閉めた。大きくなったね、ちっちゃかったのに。はい、ランちゃん、お別れだよ、ランちゃん。ほい、ピーちゃんの尻尾のが気になって。はい、そう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 、お別れだよ。いいの？ねえ、ありがとうね、さっちゃんね。さあ、行こうか。行こう。チン。チン。みんなが代々使ってた、使ってるキャリーで出発します。はい、120日間家の中で過ごしました。頑張った。はーい、行ってきます。戻ってくんだよ。よし、ちょっと海行こうかな。はい、最初で最後のこっち側の景色です。幸せになるよな、幸せになるよな。どうせな、ほら海だよ。車もこっちに止めたよ。普段はこっちに車回さないんですけど、止めました。ちょっといつもより早めに出てます。よいしょ、ほれ、見てごらん。よいしょ、はい、こっち向いて、よいしょ。雨の予定でこれができるかどうか分かんなかったんですけど、晴れましたね。晴れたというか降ってない、よかった。はい、バイバイね。120日間ありがとう、楽しかったよ。で、みんな行ってるよ、うん、はい、行こうか。はい、空港行こう。ゆきちんとこ行こうかね。え、はい、行ける、飛行機に乗れる、いいちょ、いいちょ、飛行機に乗れる。指へのうちくんでち、ねえ、うちくん、飛行機だよ、大丈夫かい。ここはね、ふみくんになる。ふみくん、うん、で、いおりはね、ぐみちゃんに。ふみくんとグミちゃん、うん、ねえ、もう朝ちょっと機嫌悪かったね。耳掃除と爪切りして、ああ、嫌だったね。お客さんさ、森田さんが来た、はい、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。グThank you.
はい、空港から戻ってきました。貨物の場合は1時間半前受付なんで11時20分に、ギリギリだったんですけど、まあまあ大丈夫でした。12時50分に離陸しますが、ちょっとぽっかりと落下開きましたね。最初に送り出した7匹の子たちと同じぐらい、なんかちょっと今日はこれで動画終わりにしたいと思います。もうここに、グミちゃん、グミ君が戻ることはありません。はい、120日という長い間応援本当にありがとうございました。抜けちゃったね、みんなでね。はい、子供たちのいない夕食準備します。あ、ボンボン昨日別れしたね。はい。